今日はラスベガス合宿第3日目リオセコゴルフクラブに来てます。今日はスロープレーティング134ハンディキャップ13ということになってますので今日も頑張ってください。はい、頑張ります。今日はアンダーパーを出して、そうですね、最終日なんでということでよろしくお願いします。お願いします。169ヤードちょい打ち下ろし、はい、アゲインスト、6番ユーティリティ打ち下ろしのショートホールです。おお、ドローがかかれば、うわ、右の砂漠に入ってどっちに跳ねたかちょっとわからないですね。行ってみないと。回転的には左の方でしょ。うん、岩に当たるとどっちに飛ぶかわからないですね。今日は大きく右に出てしまいました。はい、私も6番ユーティリティ、はい、モエカプロ6番ユーティリティです。向かい風です。お、これはまずい。左。まずい、どうまずい。見えた？見えない。見えない。左奥。左奥ってか手前だと。まあ行ってみましょう。奥まで行ってなさそう。モエカプロ、石と石の間にティーショットがあったためアンプレアブルにしました。はい、モエカプロ、ティーショットここに曲げて。アンプレーブルの後の3打目になります。5サーブ。竹内さんロストでドロップして打ち直しです。ざっくりして乗りません。右側も左側も崖の7番ホールです。ナイス。フェードかかってど真ん中、素晴らしい。7番ホール竹内さんのティーショットです。まあ、これ問題なし。あの右の黄色い芝生と緑の芝生の間は問題なし。フェアウェイに出てきてるはずです、はい、150ヤード打ちます。7番アイアンです。これはいいですね。ドローかかって、あ、バンカーかな。もうちょっとドローかかればよかったですね。130ヤード9番アイアンです。ナイスショー。多分右3メートルぐらいのバーディーパットじゃないでしょうか。あのボールはよく見えませんが、竹内さんの2打目はグリーン右バンカーに捕まってます。うまく出ました。おお、これは OK の範囲です。おお、モエカプロは 2.5 メートルバーディーパットです。入れ分け、これ OK っていうほど簡単じゃないよこれ。いや、近いかな。 OK 出たそうです。すごい暗いんだけどね。モエカプロのセカンドショット、旗の右 2.5 メートルです。残念、 OK パーです。8番ホール、意外と短めのパー5です。竹内さんのティーショットです。ナイスです。ドローボールで戻ってきました。フェアウェイ真ん中、はい、8番ホールモエカプロティーショットです。ナイスショット。フェードじゃないね。珍しくドロー系だね。ちょっとドロー系でもフェアウェイ左サイド。竹内さんの8番ホールセカンドショットパー5です。問題なしです。ちょっ
と低いドロー気味、フェアウェイ左端からちょっとラフに入ったかもしれません。友果プロ8番ホールセカンドショット、2オンいけるかいけないか、ナイスです。届いてないかな。いや届いてない、届いてない、竹内さんのはセカンドショットが左に曲がってフェアウェイ左のバンカーです。グリーンまで6、70ヤードというところです。ちょっと左、まあ乗りましたけど10メートル近いパットが残ってる感じです。10メートルもないかな。モエカプロセカンドでここまで持ってきてます。ロングホール3打目25、6ヤードぐらいでしょうか。もうちょっとあるかな、30ヤードぐらいですね。高い球で行きました。ナイスです。竹内さんはここに3オンです。7、8メートルのバーディーパット。惜しい、20センチショートです。モエカプロは2メーター弱のバーディーパットです。見てほしい、あ、抜いてください。ありがとうございます。あー惜しい、パーパーで引き分けです。モエカプロ、9番ホールのティーショットです。ナイスショット、ナイスフェードです。フェアウェイの真ん中です。奥はラスベガスのホテル街です。ここはハンデアンドで頑張ります。ホールマッチ2ダウンで負けてます。9番ホール560ヤード、ダボが多すぎました。ロングホール竹内さんのティーショットです。おお、今日一、左、おお左に跳ねた。下のちょっと低くなってるラフです。竹内さんのティーショット、ロングホールティーショットは左のバンカーです。特に顎がないのでユーティリティかウッドで行くようです。セカンドショットです。あら、ちょっとミスヒットで出ただけっていう感じで、それでも100ヤード以上は飛んでるでしょう。モエカプロナイスショットで、ロングホールこれからセカンドショットです。残りはまだ十分あるんで2オンは狙いません。ナイスショット、ナイスフェードです。おおお、あそこね、グリーン手前右側に傾いてるから、ランが出過ぎてたらバンカーまで行っちゃってるかもしれない。竹内さんの第3打目、まだ200ヤード残ってます。わー、チーピン系で大きく左に曲がってかなり低いところまで落っこちてしまいました。モエカプロの2打目はここに来てます。グリーンまで3、40ヤードといったところです。40ヤードぐらいでしょうか。おお、ナイスショー、竹内さんの4打目です。3打目左に曲げて旗まで40ヤードです。足りず、乗りません。4打目ミスして乗りませんでした。ちょっとベアグラウンドで難しいライです。うまく打ちました。5オン、
1メートルショートダボでした。 OK が出て7です。モエカプロは3打目ここに乗せてイージーバーディーです。ナイスバーディー、ナイスバーディー。はい、10番ホール左ドッグレッグのパー41打目です。ナイス、あーバンカー、左ドッグレッグ10番ホールティーショット、持ち球のチーピン系ドローがちょうどいいホールです。おー早くドローがかかりすぎてバンカーですね。190ヤード1打目バンカーに入れてこっから2打目です。ちょっとトップ気味で出ただけで約50ヤード出ただけです。竹内さん1打目バンカーに入れて2打目バンカーから出してここから3打目です。130ヤードいいショットですけどちょっと左ですね。あ、かなり左です。左奥止まりました。モエカプロここに2オンです。強い強い強い。竹内さんは3打でこ3打でここに来ました。これが入ればパー。うまい、止まっちゃうの。むちゃくちゃ速そうに見えたんだけど。モエカプロ2オンしてファーストパットがここまでオーバーして入れがち、返しのパーパットです。モエカ入れがち。 1.5 メートルから2メートルぐらい下りです。惜しい、ボギーになって3パットボギーです。竹内さんはこの 1.5 メートル入れるとボギーです。おお、引き分け、引き分け。11番ホール長いまっすぐのパー4です。460ヤードあります。ああ、ちょっと左、ちょっと左ですね。色がかかってない。あそこはなんだろう、ラフ、うん、枯れてる芝があるだけで問題ないとは思います。でも次はよし、スリーダウン取り戻すぞ。お、これはナイスショットです。今日一です。年一かもしれません。すげえな。モエカプロのティーショットやや左に曲がってバンカーの縁のここに来てます。こっからグリーンまでは約200ヤードあります。使用クラブ5番ウッドでいきます。おお、すごい。200ヤード届いてますが右ですね。グリーン右、エッジから4、5メートル落ちた感じの右です。簡単に寄せ番狙える角度です。竹内さんのセカンドショット185ヤードユーティリティ5番です。右に出してドローをかけたけれどもかかりきれず右のバンカー入ったか入らないかですね。モエカプロのセカンドショットは200ヤードここまで来てこれから3打目です。ピンまで15ヤードぐらいです。バイト、バイト。3メートルぐらいオーバーです。竹内さんの2打目は右に曲げて乗ってません。15ヤードから20ヤードぐらいの寄せになります。3打目です。ワンクッション入れて、うん、3、4メートル残してしまいました。
どちらもこれがパーパットです。竹内さんのパーパットです。 3,4 メートルのパーパット来たか。足りません。寄せ1決まらずボギー。まあ一応ストローク。モエカプロも3メートルぐらいのパーパットです。ナイスパー。寄せ1決まりました。141ヤードの名物パー3です。何が名物かというと、ラスベガスの街並みが見えるだけではなく、恐怖の崖越えです。この崖を全部越えた先にグリーンがあります。まだ前のプリクミがプレーしてます。12番ホール名物の崖越えです。8番アイアンを握ってます。風はやや右からの向かい風が。おお、旗まっすぐ。まっすぐ。ナイスショー。ナイスショー。ちょっとちょい右感わかんないけど。あのね、グリーンね、右に傾いてんだよね。あれ今落ちてから右一帯に見えた。これは左に乗ったかな。うん、あれはね、あの悪い場所じゃないです。多分左端のアイソンぐらいです。モイカプロパー3、ここにナイスオンです。ただ10メートル近くあるバーディーパットです。おお、ナイスです。 OK です。ナイスパー。竹内さんのティーショット、グリーン左わずかに外れて、これからバーディーパットです。おお、オッケー、パーです。ナイスパー。ここはパーパーで引き分けです。13番ホールモエカプロのティーショット、まっすぐの打ち下ろしのパー4です。ナイスショットです。まっすぐです。これはフェードもせずまっすぐ、うん、問題なし。これはね、ランが出ます。あのダウンヒルだから。13番ホールセカンドショット、130ヤード下り、9番アイアンです。追い風です。これは右のバンカーに落ちるはずです。あそこはみんなが落ちるバンカーです。多分足跡だらけでしょう。13番ホールセカンドショットです。残り95ヤード追い風です。止まれ。グリーン一番奥まで行って戻ってきて、まあ 3,4 メートルの下りのパットという感じでしょうか。竹内さんセカンドショット、右手前のバンカーに入れてしまいました。砲台グリーンの打ち上げの3打目です。登りました。おお、ナイスオンです。モエカプロのバーディーパットです。下りです。おお、そんな速くないんだよね。ナイスパーです。すっごい速そうに見えるけど、結構見かけ倒す。竹内さんはバンカーからここに乗せて3度セーブパーに挑戦します。あんま上がりそうに見えんな。曲がらない。あ、残念。 OK、 ボギーです。ハンデがない。3オン2パットボギー。やばい、ドーミー。